最終回、終わりました。燃え尽きました。1話から最終回まで完走できました。神木隆之介さん、浜辺美波さんをはじめ、毎朝、私に楽しみを与えてくださり、すべての制作陣に感謝です。ありがとうございました。そして、お疲れ様でした。末子笹、末子と万太郎、ずっと一緒ですね。末子の万ちゃんに何度癒されたことか。園ちゃんのことずっと忘れていなかったのも嬉しく思います。末子は図鑑を持って園ちゃんのところに行くことができましたね。図鑑に田辺教授をはじめこれまでお世話になったさまざまな人々、そして妻末子へ感謝の気持ちをかけ、それも見せられたのは良かったですわ。末子のことで悲しくなる準備はしていましたが、悲しく終わらなくて良かったです。悲しくなるより、なんだか温かい気持ちにさせてくださり、二人の素敵な愛、ありがとうございました。半年間、お疲れ様でした。残すは明日の総集編。もしかして、総集編でもサプライズあるかな？なんて、ちょっと期待してみたりして。